腰越,越地域は神奈川県鎌倉市の行政エリアの一つ。六の大技がこの中に含まれる。地域の人口は約2万5000人面積は4.21平方キロメートル。この地域は旧腰越,越町とほぼ同じ範囲となっている。旧腰越,越町は1939年11月3日に旧鎌倉町と合併し、鎌倉市の一部となった。腰越,越地域は 鎌倉市の南西部にあり、南は相模湾、西は藤沢市に面している。また、東を鎌倉地域、北を深沢地域と接している。海岸線を国道134号と江ノ島電鉄線が並行して走り、また地域内を神奈川県道304号、越越大船線と旧江ノ島道が縦断、湘南モノレールが横断している。 地域内には、西鎌倉駅、片瀬山駅、腰越,越駅、鎌倉高校前駅、七里ヶ浜駅の5つの鉄道駅があり、腰越,越漁港、腰越,越行政センター、腰越,越海水浴場などの施設がある。また、流行寺、万福寺、流行明神社などの寺社が存在する。鎌倉山、七里ヶ浜、腰越,越、津に囲まれた区域には、通称、 鎌倉広町の森と呼ばれる山林が残っている。広町の森には、大高袋ホタルなどをはじめとする多様な動植物のほか、仏土壌やカヤネズミなど奇獣種も生息しており、鎌倉市は2003年10月に都市林公園として一体を保護していくことを決定した。腰越え、の両の両技は非常に複雑に入り組んでおり、地図で一括して腰越え、 と表示する場合が多い縄文時代の腰越,越地域は今よりも5メートルほど海面が高く低地部は水没していたことが考古学の分野で実証されているこのため当時の集落跡や貝塚は現在の丘陵部にあたるエリアから発見されることが多いその後有志時代に至るまでの過程で土地の隆起が起こり現在の腰越,越地域一帯が形成されたと 考えられている。なお当地には土地が人よにして隆起したことを思わせる伝説が残る。腰越,越地域一帯と手広笛田川名のあたりは津村郷と呼ばれ、特に南部の腰越,越は古くから古東街道の宿駅として栄えた。地域内には中世城郭の遺構が残っていたり、御所形にというあざなが残っていたりすることなどから古代、 中世頃に皇族が勢力を持っていたことが推測されるが、資料が少なく詳しいことはわからない。戦国時代になると、後北条氏の支配下に入り、北条氏滅亡後は徳川氏の支配下に入った。当初は玉名藩半領だったが、後に成瀬重春が治業し、その際検知を受けた。その後も旗本領となった。星越,越地域には、江戸時代初頭まで村は、 津村しか存在しなかったが、漢文6年11月に一部地域が腰越,越村として独立した。腰越,越村独立の背景には、当地の土豪島村氏に対して一部村民が反発したことにより、親下村派の村民が津村に、半島村派の村民が腰越,越村に所属したとの説がある。上記の説の真願は不明だが、腰越,越村成立の際損益が複雑に、 混行してしまい、そのまま現在に至った理由の一つとされることが多い。幕末になると、腰越,越地域は異国船警護の拠点として重視され、小道岬に台場が設置されたが、周辺住民は異国船警護に伴う夫役で困窮した。腰越,越行政センター、腰越,越行政センターは1999年3月に鎌倉市腰越,越、 神奈川県道304号、腰越,越大船線沿いに建てられた総合的な行政施設である。センター内には市役所の支所があるほか、公民館、図書館、障害学習センター、大水に備えた調整地があり、腰越,越地域住民の市民生活を多方面からサポートしている。ありがとうございます。